つ森。クリームパンとエビマヨが相対します。新旧人気ナンバーワン住民による Kindle 対決、一体どちらの方が見ている者の目を引くことができるのか。まずは軽快なリズムでダンベルを上げ下げしていく茶丸、自慢の腕力をアピールしようというところ。対するミッチェルは苦しそうな表情であざとさをアピール。さあこの勝負、軍配は一体どちらに上がるのか。港区女子のお嬢様、踊れや騒げや承認欲求のモンスターダンス、カメラを占領することで誰よりも目立とうという動きです。見事に二人の見せ場を持っていきました。人気の秘密は一体何なのか。ミッチェルの家を詳しく調べようという建丸です。まずは食生活、カップラーメンは塩ラーメンです。油増し増し、家系マトンとはわけが違います。このあたりがスタイルを保つ秘訣といったところでしょうか。ここは真似できないという判断、一旦引いていきます。敵を知り己を知れば百戦して危うからず、古くから伝わる負けないための戦いの教えです。じっくり観察していくのはユニコーンのぬいぐるみ。ただ筋トレには使えそうにありません。真似できそうなところは何もありませんでした。つながり眉毛におちょぼ口、一定のリズムを刻んでいきますベビーハニワです。なんとも言えないあどけないこの表情、カラーバリエーションも豊富なようです。ブルー、グリーン、そしてピンク、赤ちゃんにも個性があるようにそれぞれが思い思いの音楽を奏でて、いやただここは自分をベビーハニワと信じてやまない一般成人男性たこ焼きです。アップデートによる空前のハニワブーム、そのいい流れにあやかろうという生存戦略の一環です。ほとんど違和感はありませんでした。俺でなきゃ見逃しちゃうね。完全に一致、自然の隠し絵、新しい売り出し方を発見してしまいました。熱盛。仕事が終わった後、上司の飲みに付き合わされている部下です。本当は今すぐに直帰したい、そんな思いもあるんですが、ここはぐっとこらえながら上司の自慢話に付き合っていきます。この状況を早く切り上げることができないか、仕事の時以上に頭を使っていくシチュエーション、少しうつむいた視線でここは眠たさをアピールしていく作戦。部下からの無言のメッセージ、果たして届いているのか。全く届いていません。ノミニケーション至上主義、最近のことは価値観が違いました。熱盛。通知表の右側の欄では、毎年みんなと違う考え方ができる子というようなコメントを書かれていました。全員で同じ動きをしていくラジオ体操、ただ私は周りとは違う、その発想だけがしっかりとこびりついています。あえて他の住民とは違う動きをしていく、ここで差別化を図ろうというところ。人にはないものを持っている、これが価値ということです。少し動きを遅らせることでみんなの視線をいただきまいる、少し独特な手口で承認欲求を満たしていきました。熱盛。フライパンで何かを炒めている音はしているんですが、肝心の住民が見当たりません。駅から徒歩5分、6畳一間のワンルーム、隠れる場所もほとんどなさそうに見えますが、一体どこで料理をしているのか。確かにフライパンで炒める音が聞こえている。ブレンダー、まさかの天井です。空中浮遊しながらさも涼しげな表情で料理をしているダルメシアン。大型アップデート、神業が追加されました。熱盛。三脚カメラを使いながら YouTube ライブをしているトラケケです。観客はいませんが、スパチャだけでももらおうというところ。ただそこに現れたのは迷惑系 YouTuber、 闇落ちトウモコロシ草壁めいちゃんです。幼稚園児が迷惑系 YouTuber をする時代、これにはユタボンもびっくりです。一気にトタケケの方へ寄っていく。手に持っているのは掃除用具。お前はゴミだと言わんばかりにトタケケをはたいていきます。ただここは鋼のメンタル、生放送的にはむしろ美味しい。トタケケイタモンを逆に利用していきました。熱盛。散々おもちゃにされています日頃の恨みを晴らそうというところ、もち麦ご飯のひずめで顔面を踏んですがすがしいピエン顔で去っていきました。